ちゃん、はい、この前の動画でバスのロゴと愛称を募集したの覚えてます？ね、待ってますってやつですね。そう、一体いくつ集まったと思いますか？何十件とか、うん、実はですね、190件を超える応募が。そんなに？はい、皆さん本当にいろいろと考えていただきまして、たくさんの応募をいただきまして本当にありがとうございました、うん、190件の応募の中から5つまで絞ってきました。いや、絞るの大変だったんじゃないですか？そうなんですよ、私たちも選びに選んで、うん、最終候補に残った5つをそこからさらに1つに選ぶということがですね、はい、なかなか難しい。そこはやっぱり多くの皆さんに投票をいただいて、自分の1票でロゴマークが決まる。そうですね。何人ぐらいに投票いただきたいですかね？いや、そうですね、まあやっぱり24万人都市ですからね、はい、24万人ぐらい投票いただければ一番なんですが、うん、できるだけ多くの方にということで頑張って、周知をしていきたいなっていうふうに思ってます。まずは選んだ5作品を。気になりますね。向かって左からになります、はい、こちらはですね、松本の山々であったり、うん、あとバスの表現をしながら、うん、ここにちょっと山ってあるんですけど、はいはい、山岳とデザインを入れていただいたマークになってます。山岳と、ね、松本の特徴でもありますので取り入れていただいたってことなんですね。そうですね、うん、はい、続いてこちらの緑のですね、はい、この丸いのはですね、やっぱり市内を循環する機能を持った路線バス、持続可能性ですとか、うん、人々の作る輪、あ、まあ、そういったものをですねイメージした形のマークになります。で続いて真ん中ですね、松本の名産といったら、うん、リンゴですね。でリンゴをイメージしながら輪で地域のつながり、葉っぱの部分で上高地やなんかの山をイメージする組み合わせたマークになってます。で続いてこちら松本の M とアルプス、これをイメージしてます。でその山並みに向かって市街地を走るバス路線をこの白いラインで、地が入ってるっていうのはこうバスが生活の中にこう根付いてるっていうようなイメージなんですかね。そうですね。で最後こちらも松本の M をイメージをして、バスのタイヤを目に見立ててウィンクしてるようなデザインをしていただいてます。人と人がこう手を取り合ってるようなイメージしてるって書いてあるので、それも素敵ですね。そうですね、うん、もうどれも捨てがたい、全部素敵、うん、また続いて相性、うん、さっき M バスって確かロゴにもありましたよね。そうですね。これ例えば投票するときロゴでその M バスのものを選んだときは相性も M バスを選ばなきゃいけない？いや、そんなことはないと思います。あくまでもロゴはロゴ、相性は相性っていうことで、それぞれでいいものを一つずつ選んでください、はい、ということですね、はい、見た目から選べばいいですか、それとも作者の方がどういう思いでこのロゴを作ったかっていう、はい、その思いも読んだ上で投票した方がいいですか？そうですね、コンセプト詳しくはホームページやなんかでですね掲載をさせていただきますので、このコンセプトも見た上でですね一、うん、つ選んでいただければなというふうに思います。はい、では投票の方法ですけれども、今回簡単にできる方法を導入しています。松本市公式 LINE からやります。初めてじゃないですか、 LINE でって、うん、らしいですよ。実際にやってみたいと思います。やってみてください、はい、相性を選んで、はい、ロゴマークを選んで、はい、年代10代以下でいいですかね、うん正直に、正直にお住まいを、はい、選んで、バスを使いますか。バスデビューしたのでね、私。そうです、時々乗り方分かりましたもんね。分かりましたよ、ね、あ、もう終わりました。あ、早いですね、はい、簡単でしょ。簡単です。参加してる感があっていいですよね。そうですよね、うん、自分も決めるのに加わったっていう感じが、それがマークが走ってればね、うん、あれ、私が選んだんだよってね言えちゃうよね。そうですよね、うん、ぜひ1票お待ちしてます。